平林初之助。人造人間。1、村木博士はいろいろな動物実験で人工生殖の実験が成功したことを報告してから、たった今小遣いが持ってきた2匹のモルモットを入れた檻を卓の上へ取り出した。この白い方は私が村木駅の中で培養したモルモットです。黒の勝った方は普通の親から生まれたモルモットです。どちらも生後3週間のものですが、その発育状態は少しの相違も見られません。どうぞこれを回してよくご覧ください。こう言って博士はモルモットの檻を一番前列に引いている男に渡した。2匹のモルモットは檻の中で小さくなっていた。檻は聴衆の間へ次から次へと回されていった。300人余りの男女の聴衆は妙な環境の中で生育したこの小さな動物を不思議そうに観察しながら、近代科学の驚くべき奇跡に驚嘆した。博士は聴衆の頭上に満足の一別を投げながら悠々として語り出した。これらの動物試験の見事な成功に元気づけられて、私はとうとうこれを人間について実験してみようと思い立ったのでした。私は私自身の成虫を選びました。培養液として選んだのは第二村木液と仮に私が命名している生理液です。熱心な聴衆のあるものの間には、この大胆な学会空前の発表に対して折々驚嘆のささやきが起こった。陪賓席には東和生理学長の会員が7、8名、この画期的実験報告の内容を一語も聞き漏らすまじと熱心な耳を傾けていた。その中には村木博士の助手としてこの実験を手伝っている女理学士内藤房子女子の断髪姿が好一点を転じていた。博士はコップの水でちょっと口を潤してから語り続けた。今この人造胎児は私のこしらえた特別の試験管の中で無事に育っています。目下ちょうど妊娠3ヶ月くらいの段階にあります。私が一番困難を感じたのは栄養の補給でありましたが、ここにおられる内藤女子の協力によりてこの困難も突破しました。私たちは最近各種のタンパク質の合成にも成功しました。だがこれらについての詳しい報告は今発表の時期でないように思います。私の実験が成功してこの子供を日光や空気にさらしても良いまでに発育させることができましたなら、その時に一切の報告をすることにいたします。おそらく今回の秋季大会には報告できるようになるだろうと思います。博士は急賛のような拍手を浴びながら演壇を下った。これで東和生理学会の昭和末年度春季公開会議は終わったのであった。聴衆の間にはざわざわと波が起こった。ベンチを立ち上がって帰り支度をするのである。その時傍聴席の内藤女子の隣にいた安倍医学士がすっと立ち上がって、今自分の前を通り過ぎようとする村木博士に向かって言った。先生、ちょっと質問があります。質問ですか？と村木博士は立ち止まって言った。今日は一切質問にお答えしないことにします。私は私の実験の輪郭を報告しただけで、ほとんどその内容にはわたりませんでした。なぜかというと、私の実験は今進行中なので、果たしてそれが成功するかどうかもわからないからです。だから、実験の内容に関するご質問なら、今日は何事もお答えするわけにはいきません。安倍医学士は、は、と頭を下げて席に着いた。幹事が自席から閉会を告げると、聴衆はドアの方へ波打っていった。会は終わったのである。翌日の新聞には村木博士の報告演説の内容が多分に誇張されて報道された。人造人間の発見、試験管から人間が生まれる、今週までにおぎゃーと産声を上げるというようなセンセーショナルな表題を掲げているのがあるかと思うと、村木博士と内藤助手との肖像を並べて、これが試験管でできる赤ちゃんのご両親ですなどと書いているのもあった。新聞記者に意見を調査られた多くの生物学者たちの中には多少の疑いを残しているものもあったが、それは不可能なことではないという点では全ての学者の意見が一致していた。そして一日も早く詳しい実験報告に接したいものであるというのも全ての学者に共通の願望であった。あるフェミニストは早急にも婦人問題はこれによりて解決されるだろうと主張した。婦人に妊娠分娩ということが不必要になれば男女の生理的区別がなくなり、女子も完全に文化的労働に参与できるからであるというのである。またある優生学者はこれによりて優生学は合理的基礎に置かれたと叫んだ。もっと突飛なのはある法律学者が人造人間の発明は従来の法律を根底から転覆せしめるだろうという趣旨を長々と記者に語っていたことである。学会も俗会も上を下への騒ぎであった。もちろんこのニュースは全世界に報道され、各国の学会に異常なショックを与えたことは言うまでもない。2ねえ先生、試験管の掃除をしていた内藤房子はタオルで濡れた手を拭きながら後ろを振り向いてこう言った。熱心に科学書を調べていた村木博士は眼鏡を外してそれを開いた書物のページの上に置いて助手の方へ向き直った。私、先生の昨日のご演説には本当にびっくりしましたわ。先生があんな世界的な実験をしておられるなんてちっとも知らなかったんですもの。そして私なんか何もお役に立っていないし、またお役に立つこともできないんですもの。そうじゃないですよ。あなたがそうして試験管の掃除をしたり薬瓶を片付けたりしていてくださることが大変私の実験に役に立っているんです。でも何も知らない私を理学者だなんて紹介してくださった時は、私本当に顔から火が出るようでしたわ。これから理学者になるのです。私のところでこれから半年も勉強していらっしゃれば立派な理学者にしてあげます。寺田学士の科学正義はだいぶ進んだでしょう。わからんところは遠慮なくお尋ねなさい。さあこれから少し復習しましょう。先生。こう言って顔を上げたとき、房子の目は少し涙ぐんでいた。私もう、そんな難しい本を教わるのは嫌でございます。私は、ただの女でいとうございます。先生のおそばに、いつまでも離れないで、去年の夏のように先生に愛されて。先生。私をどっかへ連れて行ってください。誰もいないところへ。先生と二人っきりのところへ。彼女は博士の膝に顔を伏せてすすり泣き始めた。博士は膝のあたりに荒布の作業服を通して柔らかい物体のうごめくのを感じながらしばらくうっとりしていたが、それと同時に困ったものだというような表情をも彼女の頭の上で露骨に示しながら、でもやはり優しい調子で言った。いけませんね。そんなだだっこを言っちゃ。私はずっとあれから、あなたを愛し続けているじゃありませんか。彼は彼女の薄化粧をした側面にキスした。そしてまた語り続けた。だが私には妻もあり、二人の子供もあることをご存知じゃありませんか。そしてあなただって、婚約の夫が終わりになるじゃありませんか。房子は顔を上げた。博士の膝には涙で大きく斑点ができていた。彼女の目の周りは涙ですっかり濡れていた。わかりました。私が無理を申し上げました。でも、私どうしても先生のおそばを離れられません。去年の夏でございましたね。8月の14日でございましたね。午後の4時頃でしたわ。まだ日は高くて暑い盛りでしたもの。先生は海水着を着て砂の中に半分埋まっていらっしゃいましたわ。まるで中学生か何かのように、私なんておてんばだったでしょう。大きな声で歌を歌いながら、先生のすぐそばを通ったのでしたわね。私わざとそうしたのですわ。私の方では先生をよく知っていたのですもの。ブッセの詩でございましたわね。あの時私が歌っていたのは、山のあなたに空遠く、幸い住むと人の言う。ああ我人止めゆきて、涙差し組帰りきぬ。山のあなたになお遠く、幸い住むと人の言う。この歌を歌いましたわ。すると先生も後からついて歌われましたわね。私耳の付け根まで赤くなりましたわ。でも私、歌はやめなかったわ。そして本当に嬉しかったわ。胸がゾクゾクするほどでしたわ。村木博士の目も少し潤んできた。追悔ということは、どんなに苦しい時の追悔でも、人の心をセンチメンタルにする。ましてこのようなロマンチックな追悔は涙を催さずに済むものではない。博士は彼女の言葉を継いで言った。それから海の中で随分会いましたね。下半身を水の中へつけながら、そして時々やってくる波のうねりを避けながら、いろいろなことを話しましたね。そしてとうとう私も先生から一軒も離れないところで並んで砂に埋まりましたわ。そしていろんなお話を伺いましたわ。先生がドイツでご覧になった表現派のお芝居のお話など、そして先生が遊びにいらっしゃいとおっしゃったので、あちらのお宅へ伺ったのでしたわ。それから、妙なものですね、人間の縁というものは。それであなたは、その夏きり、バツバツ大学の聴講生をお辞めになって、私のラボラトリーで手伝ってくださることになったのですね。そして、冷たい科学の研究をしながら、私たちは、愛し合っていたのですわ。すべてのものを焼き尽くすような熱烈な愛で。私たちは、まるで若い学生同士のように愛し合いましたね。世間では、私たちがこの研究室の中で、始終顕微鏡や試験管ばかりいじくっているように思っているが、そして、私の家内もそう思っているのですが、その実私たちは、一日中この部屋の中で手を握ったり、抱擁したりして、愛の戯れをし続けていたこともありましたね。研究の方は、自然、怠りがちになって。二人の手は一人でに動いた。激しい抱擁が交わされた。房子は潤んだ目を上げて、彫刻のように落ち着いた博士をじっと見ながら、少し震えを帯びた声で言った。でもその間に、先生は私さえもちっとも知らない間にあんな素晴らしいご研究をしていらっしゃるんですもの。人間の人工生殖だなんて、私ちょっとで良いから見せていただきたいわ、隣のお部屋が。もう1月も経ちますわね。先生があの部屋を締め切って錠を下ろされてから。でも、私にだけはちょっとぐらい見せてくださってもいいでしょ？私ぜひ見たいわ。どんな様子で育っているのか。それだけはいけませんね。それに、実験は絶対暗黒の中で行われているんですから、見ることはできませんよ。そして、絶対安静なコンディションが必要なんです。まあ、実験が成功するまで待っててください。今度の実験は、私の命と名誉とをかけての実験ですから、万一しくじったら、私は、何もかも破滅なんだから。長い4月の日も暮れ近くなった頃、2人は実験室を出て、桜の花の散り敷いている庭伝いに、博士の自邸の裏口から中へ消えていった。3。お父さん、犬はなんて鳴くか知ってるかい？犬はワンワンって鳴くさ。そりゃ日本の犬さ。西洋の犬はどう言って鳴くか知ってる？西洋の犬だって同じさ。お父さんは知らないんだな。西洋の犬はね、バオワオって鳴くんだよ。リーダーにそう書いてあるよ。ほら、ザ・ドッグ・バークス・バウ・ワウ。お父様、100日紅と書いて、どうしてサルスベリと読むんですか？難しい質問だね。お父さんは知りませんよ。兄さんに尋ねてごらん。兄さんは物知りだから。日本語なんか僕知らないや。100が猿で、日がすべで、紅がリだろ？英語では、100日って100デイって言うんだよ。100デイズだよ。複数だから。やっぱりお父さんは偉いな。昨日の新聞にお父さんの写真が載ってたね。内藤さんの写真と一緒に。内藤さんも随分偉いんだね。村木博士はいつものように14と12になる長男と長女とを相手に、登校前の遊び友達になって過ごしていた。博士は春から夏にかけては毎朝5時に起きて、水曜日に一度大学の生理学教室へ講義に出かける以外、普段の日は8時から午後5時まで、自宅の邸内に設けてある実験室で過ごすことになっていた。ただ、8月だけは鎌倉の別邸で暮らすことになっていたが、そこにも一部屋を実験室に当ててあった。房子と知り合いになった場所は、この鎌倉の別邸だった。で、朝の3時間は、博士は完全に家庭の父であり、昼間の9時間は完全に研究のために充てられていた。この日課は正確な時計のように一度も狂ったことがなかった。ことに、1ヶ月ほど前に例の人造人間の実験を始めてからは、一切の訪問客を謝絶し、実験室へは助手の内藤助手以外は家族のものでも出入することを厳禁していた。もう7時になりましたよ。学校へ行ってらっしゃい。親子が遊んでいるところへこう言いながら村木夫人が入ってきた。夫人は30を3つ4つ越しているのだけれど、まだ20代に見える若さを保っていた。お父さん、行ってまいります。お母さん、行ってまいります。2人の子供は小鳥のように快活に部屋を出て行った。今朝もまた3人の新聞記者が来ましたよ。彼女は夫のそばに腰をかけながら言った。うるさいね。新聞記者なんかに何がわかるものか。博士はそっぽを向いたままプッとタバコの煙を吐き出してこう言った。でもね、そのうちの1人がこんなことを言うのですよ。先生の実験が成功したら、その子供の席はどうなるのです、なんて。彼女は夫の顔をはすかいに見ながら言った。博士は石像のように黙っていた。本当に、それはどうなるんでしょうね。私も受けたまわりたいわ。博士の眉間には、縦に大きいシワが寄った。しかしそれはすぐに消えて、またいつもの懇願に帰った。学者は研究すればいいんだ。研究の結果をどうするかなんてことは、実際家に任せておけばいい。いずれ法律家が何とか決めるだろう。ただ、実験に使った成虫は私のものだから、私は当然父親であるべきだと思うが。そうしますと、母親がないということになるのでございますか？夫人の顔には寂しそうな表情が浮かんだ。博士はそれに気がついて、励ますような調子で言った。母親はないことになる。しかし、今にもう少し科学が進んだら、父親のない子もできるだろう。成虫を合成することができたら、しかし、それは近い将来にできる。そうなったら、親子の関係は妙なものになってしまいますわね。道徳も義務もなくなって。でも、差し当たって今の法律では誰か母親にならなければなりませんでしょ？最も合理的に言えば、あの実験の手伝いをしてもらっている内藤さんが母親になる権利があるんだが。博士はちらっと電光のような速さで夫人の顔を見た。夫人の顔はそれと同じくらいの速さでさっと曇った。少なくとも法律家が私に意見を求めに来たら、私はそう主張するより他はない。今の世の中ではこれは妙に聞こえるかもしれない。お前も妙な気がするだろうと思う。しかし、この問題について法律を制定することになると、今の世の中ばかり眼中に置いているわけにはいかない。こういうことが頻繁と、普通に行われるようになった将来の社会を予想しなくてはならん。科学者の妻として夫の仕事の性質をよく理解していた夫人は、博士の説明を聞いてもっともだと思った。しかし理屈ではもっともだと思っても、腹の虫が収まらない。でも内藤さんには婚約の夫があるというじゃありませんか。あの方だってお困りになるでしょう。それに、あの方の夫になる方だって。そりゃやむを得ん。真理のためには多少の犠牲が払われるのは仕方がない。電車や自動車が発明されたために車夫が職を失ったって、車夫のためには気の毒だが、人類全体のことを思えばやむを得ない。そりゃ内藤さんにも、内藤さんの夫になる人にも、よく納得してもらわにゃならん。博士は時計を見た。8時5分前だった。博士は支度をして実験室へ出かけていった。しばらくすると、邸内からピアノが聞こえた。ショパンの曲だった。4。それから20日ばかり経ったある日のことである。村木博士の邸内には桜はもうとっくに葉になって、あちこちの庭石の陰に紅白さまざまの変わり種のツツジが咲いていた。雑司ヶ谷の丘の木々は豊かな日光を浴びて、一つ一つの青葉が生成してゆくのが肉眼にも見えるように感じられる。こういう日は誰でも一種の自然の威圧といったものに打たれて悩ましくなるものだ。まして甘い悩みを持った青春の男女にとって、5月という季節は何とも名状しがたい、いても立ってもいられないような焦燥感を与える。婚約の夫がありながら妻も子供もある人にありたけの胸の思いを寄せるようになった内藤房子は、村木博士の実験室の中でデスクに向かって科学書を読んでいたが、目は一人でに窓外の青葉に移る。心はいつの間にか無味乾燥な書物のページを滑り抜けて、あらぬ方に乱れ飛ぶのであった。村木博士はちょっと用事があるというので、2日前から鎌倉へ行ってまだ帰ってこない。その留守を房子は実験室に閉じこもって化学式の暗記に専念していたのである。彼女は近頃特に現在の位置に不安を感じてきた。彼女は婚約の夫を愛していないのではなかった。彼女の未来の夫は彼女を信じきっていた。高名な博士のところに行儀見習い方々研究の手伝いをしていることを彼は誇りとしているくらいだった。あの人が博士と私との関係を知ったらどうしよう。彼女は自分の立っている足の下がグラグラするような気がした。とりわけ彼女にとって耐えられない恐ろしさは、どうも3ヶ月ほど前から体に異常が起こったことである。博士は妊娠ではないと診断したが、2、3ヶ月前に彼女を襲った症状は、つわりに相違ないように思われた。それに、今に至るまで、やっぱり月のものは見られないのである。きっとそうに違いない。博士は、私に心配させないために嘘をついておられるのだ。そして、ご自分でも、この恐ろしい事実を信じまいとして、強いて否定しようとしておられるのだ。彼女は博士の冷静な態度を思い出すと激しい憎悪を感じた。それと同時に自分が博士の種を宿していることを意識すると、博士が恋しくて恋しくてたまらないのであった。もしそうだとすると、私の身も破滅だし、博士自身も破滅だ。それに、彼女は近頃の村木夫人の目に一種の嫉妬の光がしつこく宿っていることに気がついていた。夫人は相変わらず房子に愛想が良かったし、嫉妬らしい素振りは第三者から見ると微塵もなかったのであるが、当人にとっては、夫人の態度が優しければ優しいだけ、余計と何かしら強烈な光線でいられているような気がするのである。心の底まで見透かされているような気がして、わしの前へ出た小鳥のように居すくまって、まともに相手の顔を見ることすらもできるのである。すべての事情が、彼女にとっては不愉快で恐ろしかった。しかし、今さらどうにもできないように思われた。博士に相談しても、彼は簡単に事実を打ち消すばかりで取りつく島がない。博士は本当に私を愛していてくださるのだろうか。もし夫人か私かどっちかを捨てなければならぬ場合になったらどうなさるだろう。彼女はこの疑問に対して全く自信を持っていなかった。もちろん子供もあり長年連れ添ってきた。そして要望から言っても自分以上に美しい、少なくとも整った夫人に対して彼女は太刀打ちができないように思った。彼女の相貌は急に険しくなってきた。女には生理的に突然気持ちが一変して消極のどん底からこの上ない積極的な気持ちへ宙返りする時がある。今の彼女がちょうどそれだ。そうだ。あくまでも競争しよう。完全にすっかり博士を自分だけのものにしてしまわなければならぬ。名誉も、家も、夫人も、子供も、そして命の次に大事な研究もすべてを捨てて、私の懐へ飛び込ませなくてはならぬ。先生はいつかこんなことをおっしゃった。今度の実験は、私の命と名誉とをかけての実験ですから、万一しくじったら、私は何もかも破滅なんだから。彼女は血走った目で、隣室へ通ずるドアをちらりと見た。血を見た猛獣のように彼女は立ち上がった。デスクの引き出しを開けて、彼女は凶器のように何者かを探し出した。彼女の手には鍵束が握られていた。あまり激しい興奮に理性を失った彼女は、博士の大事な実験をめちゃめちゃにして、博士を世間へ顔向けのできぬようにし、どこか地球の果てというようなところへ行って、自分と二人で恋愛三昧の生活を送ろうと考えたのである。世界をも恋ゆえに。クレオパトラの言葉が、彼女には絶対者の暗示のように思い出された。意外にも、一番初めに試みた鍵がうまく鍵穴に入った。ドアは拍子抜けするほどやすやすと開いた。実際、扉を叩き破ってもくらいの剣幕であった彼女には少なからず意外であった。だが、それよりも意外であったのは、部屋の中には、見慣れたデスクが1台と椅子が1脚、デスクの上には何かしらドイツ語の書物が開けてあって、その前に大判の養鶏紙に何かドイツ語で書きかけたのがあるきりで、その他には何一つ見つからなかったことである。あまりのことに彼女は一時に興奮が冷めてがっかりしてしまった。どんな精巧な仕掛けがしてあることかと期待していた矢先に見出されたのは、ありふれた机と椅子と本が一冊きりである。彼女は亡者のようにふらふらしながら天井を見上げたり、床や壁を押したり、踏んだり叩いたりしてみた。けれどもついに何者をも発見することができなかった。彼女は綿のように疲れてしまった。そして元の部屋へ帰って机に寄りかかったまま、前後不覚に眠ってしまった。彼女が襟首に柔らかい温かいものの触れるのを感じて目覚めたとき、彼女に接吻しているのを見出した。彼女は慌てて居住まいを直して、ほつれ毛をかき上げた。ほつれ毛をかき上げた。たった今帰ったばかりですよ。実は今度実験室を鎌倉の方へ移すことにしましてね。隣の部屋の取り片付けは出発の前の晩にみんな寝静まってからやりました。あなたにも家族にも秘密でね。新聞記者などに嗅ぎつけられちゃうるさいと思ったものですからね。なーに、荷物はトランク一つにまとまりましたよ。今のうちでないと大きくなっちゃ持ち運びが大変ですからね。駅の浸透を防ぐためには随分骨を折りましたが、それでも長い道中なのでどうかと思いましたが、幸い無事に向こうのラボラトリーへ移しましたよ。で、あなたも明日からあちらのラボラトリーで手伝っていただくことにしました。私は一週一度発育状態を調べに行けばよいのです。あちらにはバーヤを一人つけておきます。あなたの仕事はその都度お願いすることにしますが、あちらの実験室へは絶対に入れませんから、そのおつもりでね。さあ、それでは、うちの方へちょっと。と博士は一人で喋りながら、相手が何も言わないうちに、彼女の二つの目へ代わる代わるキスして、軽快に実験室を出て行った。5、それから約6ヶ月の間、村木博士は正確に一週一度ずつ鎌倉の実験室へ通った。彼が実験室の中でどんな研究をしているかは外見からは何もわからなかった。けれども実験は満足に進行していることだけは確かだった。房子はとうとう妊娠であることが分かったので、博士は実験のことは一切手伝わせもせず話もしないことに決めて、もっぱら静養させることにした。しかし博士は、家庭においても善良な父であり夫であることに依然として変わりはなかった。房子を抱擁したその同じ手で子供たちを愛撫した。房子に恋をささやいたその同じ口で夫人と談笑した。そしてまた世間に対し学会に対しては博士は模範的紳士であった。完全な二重生活を私たちは博士に見ることができた。10月の末のある晩、村木博士の別邸の付近に立って鋭敏な聴覚を持った人がよく耳を澄ませば、博士の邸内からかすかに英二の産声を聞き分けることができたであろう。無論房子が分娩したのであるけれども、このことは誰にも知られずに済んだ。それから数日経って雑司ヶ谷の村木博士の本邸でのこと。あなた、生理学会の秋季大会はあさってですってね。夫人は心配そうに博士に向かって言った。そうだ、あさってだったね。博士は理学者的冷静さを持って答えた。それまでに実験は間に合うでしょうか。今日いつかの新聞記者が来ましてね、そのことを念に押して言ったのですよ。大丈夫、間に合うつもりだ。今度は大学側では大勢の教授があなたに詰問的質問をすると言って意気込んでいるそうですわ。でもすっかり準備はおできになっているでしょうね。役の報告よりも一の実物が証拠だ。私はその日は実物を公開するつもりでいる。まあ、ではもう実験が成功したのですか。夫人は包みきれぬ喜びを持って尋ねた。まだ成功はせん。しかし、まだ2日の余裕がある。それまでには、すっかり出来上がるつもりだ。翌日早朝、鎌倉へ出かけた博士は、一日実験室に閉じこもっていた。隣室からは、博士の忙しそうに歩き回る足音の合間合間に、水道から水のほとばしり出る音、ガラス機の触れ合う音などがかすかに聞こえ、鋭敏な鼻にはほのかな薬品の匂いさえ嗅ぐことができた。その翌日、いよいよ大会の当日であった。恒例を破ってバツバツ新聞の行動に変えられた会場は、帝国前から立錐の余地もなく熱心な聴衆が詰めかけていた。長屋の学会の名士、新聞記者は演壇の両側に居並んでいた。今日の大会は博士の報告演説だけで独占されることになっていたので、司会者の開会の辞が終わると、村木博士が割れるような拍手を浴びて登壇した。1004名の聴衆の視線は一斉に博士に注がれた。博士は静かな語調で、案外に簡単に実験の経過を報告してから、これからその英二を皆様にご覧に入れます。と言いながら、後ろの方へ目配せした。一人の老女が、炭鉱色の液体の入ったガラス板を持ってきた。中には、生後間もない健康そうな英二が、巧妙な装置で支えられて使っていた。この子供は、8ヶ月でこれまでに成長しました。液の温度と栄養との関係で子宮内で育つよりも約2ヶ月時間を短縮することができましたが、この時間は6ヶ月ぐらいまで短縮できるだろうと思っています。この子供は男の子ですが、性の決定は胎生期の手術でどうにでもなります。今のところ、1日に数回第二村木駅でこの通り沐浴させていますが、それは環境を急変させた場合の効果を懸念してです。もう1ヶ月もすれば、普通の子供と同じようにして育てていくつもりです。博士は報告が済むと、老女を手伝ってガラス板を奥へ運んでいった。拍手の音はしばらく鳴りも止まなかった。鎌倉の別邸では、内藤房子が、朝バーヤが運んできてくれた牛乳を飲んでからうとうとしているうちに赤ん坊に乳房を含ませたままいつの間にかぐっすり熟睡してしまった。深い、それでいてなんだか気味の悪い眠りから彼女が覚めた時はもう暗くなっていた。赤ん坊はまだすやすや眠っていた。彼女は可愛さに耐えぬもののように無心な赤ん坊の額に接吻した。なんだかぶどう酒の匂いがするような気がしたが、彼女は別にそれには気も留めなかった。まあお目覚めでしたか。あんまりよくお休みでしたからお昼も差し上げませんで、と言いながらバーヤが夕食を運んできた。おほう、よく眠っていますね、と言いながら博士もその音から入ってきて赤ん坊の顔を覗き込んだ。そして博士は母親と子供との額に変わる変わる接吻した。それと同じ時刻に大学の生理学教室では熱心に試験管をいじっていた安倍医学士が一人で頓狂な叫びを上げた。なんのこった、第二村木駅だなんて狂産な名前をつけて、こりゃただの水にぶどう酒を垂らして着色しただけのもんだ。その翌朝、村木博士は鎌倉の実験室の中で死体となって発見された。モルフィネ自殺であった。私はどうしてもあなたと離れることができませんでした。それと同時に私は妻子と離れることもできませんでした。私は世間並みの紳士として対面と夫として父としての義務等を果たしつつ、しかもあなたとの愛を永久に続ける手段を考えました。それが、あの雑司ヶ谷の実験室での生活でした。しかし、あなたが妊娠されたことを知ったとき、その露覚を防ぐために、さらに大胆な第二弾の手段に訴えねばなりませんでした。人造人間の実験が、それであります。昨日はあなたに麻酔薬を用いて、老婆に頼んで愛児を公演会場に連れて行きました。どうにか会場ではごまかすことができましたが、私の両親をごまかすことは、ついにできません。世間を欺き、家庭を欺き、学問を冒涜し、最後に、恋人をすら欺かなければならなかった不徳官にとって、残された道は、死あるのみです。子供のことは、よろしくお願いします。房子は博士の衣装を抱いて、山褥の上に、いつまでもいつまでも、泣き崩れたのであった。